君走り屋だろ。俺たちさっきそれ走ってきて、その帰りなんだけどさ、頼りも少ないね。走り屋の車ってそうそう、もっと賑やかなのかと思ってたよね。いい、走り込むプールのか。絶対気が高め、例の漫画以外で初めて見たよ。ここまで名刺重ねてると、 ほとんどクラシックカーって感じだよね。本当にこれで走ってんの？今となっちゃサーキットをまともに攻める車じゃないよね。でも本人は俺は86にこだわりがあるなんて無駄に思ってるんだろうね。君さ、サーキット走ったことある？僕は今日も走ってきたところなんだけどさ、 峠とは、シリアさが違うんだよね。今日は特別に僕のサーキット塾のドラフィックを見せてあげるよ。君がついてこれないと見せてあげられないけどね。サーキットの壮行会で鍛えた僕が負けるわけないじゃん。苦戦するわけがないんだよ。生意気な。 峠の走り屋にもマシなやつがいるんだね。ちょっとリードしてるからっていい気にならないでくれる？あのさ、いいけど、しばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないか。 だけは一丁前にできてるね。<笑>少しは駆け引きも楽しまないとね。いるんだよね、バカ。ちゃんとこんなもんじゃ。 行くぞ、必殺のジャンプ！ウルトラスーパーレイザープレーキング！ゴリゴリに来た！このままじゃ済まさないぞ！ ついていくのが精一杯だなんて。認めない、認めたくない。もうあんなとこに。
지금 어디서 봤던 거야? 10분에 나한테 뭐 이만 할 때 그래요. 調子が 悪かったんだ. さっきと走行で車に負担をかけたし. そういえば僕自身も疲れていたからね. 実力で勝ったと思わないでほしいな。 これが僕の本気だと思われたら信頼だからさ。 さてと、今日はこの辺にしておこうかな。うわ、かっこ悪い。